ポン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 ポーン,ン、プグニャン。まあ、それにしてもね、まあ、ものすごい暑い日が続いてるんで、あの熱中症とかね、ほんと気をつけてほしいなというふうに、まあ、エアコンつけてほしいですね、あの家にいてはる方とかね、と、えー、いうのは思いましたけども、まあ、それにしてもね、 えー、今日先ほどですかね、毎日新聞の世論調査っていうのが出てて、ですね、まあ、これによると、えー、岸田内閣の支持率がですね、まあ、あの先月は45%だったんですけども、まあ、それが12ポイントも下落して、えー、岸田内閣支持率が33%っていうね、まあ、衝撃的な、ねまあ、数字が出てるっていうのに、まあ、びっくりしましたね。 不支持率も12ポイント増えて58%だったということで、まあ、本当なんか、あの支持してた人が不支持に回ったような、ね、こう数字だけ見るとね、あのそういう感じがすると、好き嫌い激しいっていうかね、あの <laughs> この動きをどう見るのかなっていうのが、すごくやっぱり、あのね、あの興味あるっていうかね、やっぱりその。 ま、毎日新聞が書いているのは、首相の、田首相の長男の首相秘書官ね、まあ、翔太郎さんの問題でですね、まあ、え皇、ー、帝で忘年会をやってたと、首相皇帝でね、親族呼んで。で、これもあったとかですね、あとマイナンバーカードですよね。これ今も続いてますからね、マイナンバーカードのトラブルっていうのが。まあ、これが影響したと見られるっていうことなんですけども、いや、僕はね、やっぱりその、 こんだけまあもちろんね、マイナンバーもそうですし、その長男の問題っていうのもそうなんですけども、やっぱりね、まあ、今週というか先週、えー、1週間はですね、岸田首相は、えー、立憲民主党がね、内閣不辞不信任、えー、決議案ですよね、えー、内閣不信任決議案を出したらですね、まあ、解散するかも言うてね、で金曜日、えーまあ、木曜日でしたよね、えー 立憲民主党が内閣府審議案を出す前にはですね、即日解散するかもっていうね、即日解,解散を検討しているっていう報道も出たんですよね、これ、プライ FNN プライムオンラインですかね。 まあ後ででも岸田首相のなん g この,時事通信の記事によると、いや、僕はそんなこと言ってないのになみたいなことを言ってたらしいっていうのも載ってたんですけども、もただも FNN プライムオンラインがね即日解散も検討というのが出て、ですねこれで一気に本当にえ解散するのかどうかっていうね、ねまあ本当、岸田首相自身もですねその前日の水曜日ですかね。えー 火曜日、えー、あのなんですかこう自ら記者会見して、ですね、今までは解散を考えてないって言ってたのに、ですね、それが急に、えー、情勢を見極めたいみたいなことを言って、ね、いやこれもそのマスコミの記者も、ですね、いや、本当に。 ちょっと気が変わったんちゃうかと解散するんちゃうかっていうふうに、まあ、一気に、ですねさらに本当に解散あるかもっていうふうに、まあ、岸田首相自身が自らですね解散風を煽ったことはこれ間違いないと思うんですよね、それもね本当にその解散風を煽って立憲民主党がね内閣不信任決議案を出してもですね、えー、こう結局は否決して解散しなかったっていうね。 そういういなんかね拍子抜けしたっていうか、まあ、言うたらね、国民に嘘ついたっていうようなぐらいの、あのそういうぐらいのねインパクトが、この一気に12ポイントも下落したっていうね、1ヶ月で12ポイント下落っていうのは、もう本当にあの僕はやっぱり、よっぽどのことがね、あったんちゃうのかな。 としか思えないっていうねこのの数字の、ね、不支持も12ポイント、えー、増えてるわけですから、よっぽどね僕は国民に不義理っていうか、国民の信頼を裏切るようなことをね、やらんとこんなんないんちゃうのかなっていうふうに思いましたけどもね。まあ、っていうぐらいね僕はねやっぱその解散風を煽ったっていうのもすごくあったんちゃうのかなと。ほんでその 毎日新聞は、この、えー、岸田首相がですね今国会での解散を見送ったことについても聞いてるんですけども、それも、えー、解散を見送ったことについてはですね、評価するが40%、評価しないが36%と、評価するのを、えー、4ポイントほど上回ってるということでね、いやだから僕はもう、やっぱり解散風をね、僕は煽ったからなんちゃうのかなと、だから言うたらね、見送った、 見送って良かったなっていう方が、えー、上回ってるわけですからね、うん、NHK でもねその今国会で解散、えー、すべきじゃないみたいなのも多かったんちゃうのかなっていうね、ねちょっとあの覚えてませんけども、まあ NHK だって先週というか、ねあの、この間の月曜日だったと思うんですよ、出たのがね。うん まあそういうことか言っても、ね、やっぱ解散をね、まだ2年も経ってない、2年ぐらいですかね、えー、ちょうど2年ぐらい経った時に解散するっていうのが、僕はやっぱりふざけてるっていうか、ですね、まあ、それを。その… ね、国民が投票してね、国会議員を選んで,です、ねえー、国会に、ね、送り出したのにです、ね、それを岸田首相の一存で2年でクビにしてしまうということ自体がね、クビにするかどうかっていうふうに、その、も、まあ、て遊んだというかですね、えー、これ、共産党の国田さんも言ってたんじゃないですかね、解散権をもて遊ぶようなことをしてみたいなねいや、僕はそういうのがね、僕はやっぱりふざけてるっていうかね、 ほんで、解散しなかったと、結局解散しません言うてね。うん。いや、僕はこれに僕は反感があるという、なんか感じがしますね。うん。まあ、ほんでね、やっぱりその、やっぱり僕はこの岸田内閣の支持率っていうのが、毎日新聞では、え前回で45%だったと。僕はここがね、やっぱりピークなんちゃうのかなっていうね。 あの参院選が終わった後はね、黄金の3年間とかっていう風うに、まあ、言われてましたけども、いや、本当に黄金の3年間っていうのは、なんやったのかなっていうぐらい、僕は岸田首相、岸田内閣がです、ね、さらに僕は追い詰められていく展開になるんちゃうのかなっていうのも思うんですよね。そそこに加えててややっっっっぱぱり解散でできなかったっていう理由もですねやっぱその 公明党とのね、選挙協力っていうのが東京で、えー、ダメになったと、東京だけはですね、公明党は協力しないと。な、まあ、こういうのもね、あの、東京だけ協力しなくて、全国で協力するっていう公明党の言い分っていうのもおかしいなと思うんですけど、まあ、そういうのもあるだろうなと、ん。やっぱりね、まあ、他いろいろマイナンバーだって、本当にその、 こんだけトラブルが出てるのに、それでも来年になって健康保険証を廃止するとかね、ね昨日なんか、昨日突然なんかね、公明党の山口代表ね、なっちゃうんですね。山口夏夫代表もですね、えー、やっぱここは思い直して健康保険証の廃止っていうのはね、急ぐべきじゃないんじゃないかみたいなことを言ったと思うんですよ。でもそれでもですね、 それの発言を聞いても、河野太郎デジタル大臣は、ですねいやあの、予定通り廃止するんだということを言ってね、公明党が助け舟を出してもですね廃止しないというね、まあ、これもふざけてるなっていうかね、岸田首相も廃止は予定通りって言ってたんじゃないですかね、健康保険証の廃止はね。 いや結局、トラブルをね自分たちでどん,どんどんどん増やしていく方向にいってるとしか思えないっていうねだから問題解決能力っていうのが僕は岸田内閣にはないんじゃないのかなっていうねいや僕はもう河野太郎さんのメッキっていうのもあの次の総理にとか言ってますけども。も ってね人気は高いんですが、次の総理にふさわしいとかね、うん、いやでもこれはマイナ問題で一気に、ね、落ちたんちゃうのかなっていうのも、まあそういうのもあるんちゃうのかなっていうふうに思いましたけどもね、いや僕はやっぱりもう岸田内閣の支持率っていうのが、まあ、3割台ですから、もう2割台になったらもう危険水域ですからね。 あの岸田さん自身がもうやめなあかんっていうところにまあ来てると、でマイナ問題だって、マイナーカードの、あのマイナーバーのトラブルの問題だって、今後もずっとね、もう出てくると思うんですよ、いろんなものっていうのがね、これで終わりっていうことは、まあ考えられへんなとで、官僚がね、なんか官僚も、この、えー、総務省、デジタル庁でしたっけ、なんかこの。 あの他人のねな,なんか番号とか出てくる問題に対して、なんか、この手打,ちでや手打ちでやってるみたいな、そういうニュースもね出てたと思うんですよ、ちょっとあ、ちゃんと覚えてませんけど、いや、なんかね、いや、本当、このマイナンバーの問題っていうのが、僕は底なしだと思うんですよね、で役人とかだってね、官僚とか役人だって、役所の人だってね、本当、大変だと思うんですよ、この対応っていうのはね。 うん、いやだから一回立ち止まればいいのになと思うのに、そういうことしないからですね。そういう複合的なものがあって、支持がドーンと下落したんちゃうのかなっていう思いますね。で、まあ、毎日新聞っていうのは、この毎日新聞の世論調査っていうのはですね。まあ、ちょいちょい。まあ、この上がったり下がったりが激しいっていうのもあるんで。まあ、それはやっぱり。その。 えー、まあ、携帯とかね、スマホのショートメッセージ機能を使う、えー、っていうね、固定電話とこういうスマホとかのショートメッセージ機能で使うっていう方って、えー、携帯が515件、固定が514件ということで、まあ、半分半分なんで、ね、固定とスマホっていうかね、あの、半々なんで、まあ、そういうのも出てると思うんですけども、ただ僕は、あの、流れ的にはね、他の世論調査とも、まあ、今後、 えー、あと日経新聞とか残ってると思うんですけど、えー、月末に出てくるね。そんな変わらへんのちゃうのかな。多分日経新聞の世論調査でも多分下落傾向っていうのは変わらへんなっていうかねうんいや。それ考えると僕は厳しいと思いますね。岸田さんの今後っていうのはね。 ひょっとしたらもう岸田さん引きずり下ろせみたいな、その号令っていうのがね、かかってもおかしくないかなと。昨日なんかその萩生田さんがね、安倍派の筆頭と、まあ、されてる萩生田さんがですね、官邸を批判すると、えー、その地方のことを考えてないみたいなね、なんかそういうニュースも出てたんですよね、昨日ね。 そういうのもね、やっぱりね、あのまあ、もちろん安倍派の存在感を大きくせなあかんっていうのも、萩生田さんにはあると思うんですけど、やっぱり岸田内閣が本当にこう持つのか持たへんのかみたいなね、そういうところに追い込まれていくんじゃないかっていうのもあって、こうそういう発言が出たのかなっていうね、っていうのも思うんですよね。まあ、そういうういいと本当に岸田さんっていうのは、かんあの なんていうんですかね、安泰では全然ないと。で、次のね、やっぱり、僕はやっぱり少子化対策の財源問題とか、あと防衛増税の,あの財源問題とかも、本当に何もちゃんと示されてないんでね。うんで、まあね、本当、今度秋に解散するかもって言われてるんですけども、秋って言ったらね、10月って言ったら、インボイスも始まるわけですよね、インボイス制度っていうのもね。で、ここにね、まあ、あの、 中小の事業者なんかは、ですね、消費税の問題っていうのもね、まあ、増税になるわけですよね、実質ね。でそうなるとね、それもで岸田内閣で総選挙を戦えるのかっていうと、出てくると思うんですよね。うん まあそういう意味でもね、まあ与野党政局も興味深いかなと、まあ立憲民主党もね、小沢さんの動きとかも出てきたりとかして、本当にまあ与野党、特に野党はね、体制立て直しに頑張ってほしいなっていうふうに思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。